総力型の高弾道で初登場、初打席初ホームランの衝撃デビュー、パワーが B になり、特殊能力は超広角打法、高卒2年目でも2桁ホームランを達成した。弾道がパワーヒッターになり、ステータス強化でパワーが A に到達。アニバーサリーで初選出、さよならホームランの最年少記録を更新、タイトルホルダーで登場。全試合出場を果たし、新人王のタイトル。ミートが D に下がってしまったが、7月は月間 MVP を受賞した。ミートが B に強化され、1イニング3盗塁の新記録、2年連続アニバーサリーで選出、全試合4番での出場を果たした。バトスタセレクションで登場、高卒4年目で年俸1億円に到達。ベストナインで登場、 OPS フォアボール出塁率はリーグトップを記録。ミートが A に強化され、ミート型で登場、前半戦だけで26ホーマーを放ち絶好調。エキサイティングプレイヤーで登場、史上最年少で通算100ホーマーを達成した。侍ジャパンで登場、東京オリンピックに出場し、決勝のアメリカ戦では妖怪先制弾、パワー型になり弾道はアーチスト、フォアボール数は2年連続でリーグトップを記録、3年連続アニバーサリーで選出、2年連続全試合4番で出場し、ホームラン王のタイトル、ベストナインで登場、リーグ優勝と日本一に導き、セリーグ最年少で MVP を受賞した。スピちゃんセレクションで登場、3年連続で逆方向への2桁ホームランを放っている。今年も絶好調で、5月は2試合連続満塁ホームラン、交流戦でも打ちまくり MVP に輝いた。プロスピセレクションで登場、日本球界史上初の5打席連続ホームランを放ち、ここまでホームラン打点はダントツでリーグトップ。